はい、どうも、なおちんです。さあ、今日も、妖怪ウォッチ1やっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日は、このキャラクター、使ってみようと思います。ようやくレベル上がりましたよ。海坊主、ですね。海坊主レベル99しております。ガードの秘跡をつけてるんだよね。守りが311で、HP が512。HP は全妖怪中ナンバーワンだったよね。これで受けさせると結構楽にいけるんではないでしょうか。では、早速、行ってみましょう。黒鬼へゴー。黒鬼もね、なかなか出てこないので、何度もやり直しております。来い。目出し帽をお二人、装備させてます。なので、大丈夫。あ、結構減るな。海坊主の好きな食べ物が野菜だよね。タケノコでどれぐらい回復するかな。いやー、全然回復しない。ちょっと待って、ちょっとこれはひどいな。ちょっとひどいな。あ、草薙が出た。まあまあ、それはラッキーだったけど。となると、ちょっと待って、タケノコだよね、一番いいのはね。松茸だったらもう900回復するでしょ。500か。これちょっと回復アイテムが微妙な感じだね。トゲニャンの時はウニで300回復したのでいい感じだけども、タケノコ160ちょっとか。スペシャルラーメンどう？あー、こっちの方がまだマシだ。回復アイテムの差で海坊主、いや、硬いよ。3桁食らわないっていうのはすごく硬いんだけど、回復アイテムが若干微妙だな。若干微妙。OKOKOK。必殺技は使いやすいように一番左に配置してます。これがいいんだよね。一番左にタンクを配置するとやりやすい。確かにカーソルを横移動させることがないので楽だね。 OK で、ブシニャン入れるよりも草薙の方がいいっていうことでやってますね。ちょっと草薙をね、あと2体ぐらい入手して育て直しをね、やりたいんだよね。力だけに振ってたんで、性格をいやらしい、いやらしいできるって、スピードをね、上げてやりたいんだよ。力よりもスピードの方が結構重要になってくるゲームなので、できれば力とスピードが上がるいやらしいにしてあげたいところを。減るな。魔法防御みたいなのが低いか。いやいや、クリティカルが出たからあんだけ減ったんでしょう。まだ半分か。やっぱり黒鬼再適性はこれトゲニャン間違いないね。海坊主も HP 高くして防御力も高い、だから結構耐えてはくれるんだけども、反射ダメージがないのでちょっと長くかかっちゃうな。海坊主、海のやつだから、魚介類だった。いや違うよね、野菜だったよね。確か俺松茸をやって仲間にしたような気がするんだよね。嘘。あ、でもそうか、鉱物だったらそうだわ、300回復するんだ。別に鉱物じゃなかったからこんだけか。あ、でもウニで回復させていいね。ウニで十分だ。ウニでいきましょう。ウニはそんなに値段が高くなかったよね。うん、意外と安いやつだったんで。あ、ウニ優秀だね。回復アイテムウニはすごい優秀。スピードがやっぱりね、若干遅めなので2回攻撃とかさせちゃってるな。
不意に必殺技を打ってきたとしても海坊主の HP だったら耐えやすいんで、まあまあその点は優秀かな。トゲニャンは HP400 ないからね。なんで最初ガードするまでっていうのもちょっとピンチになることもあるし、 HP が減ってアイテム使えない状態で必殺技が来た時はどうしてもねやられる時があるんで、いいじゃないですか。たまにはトゲニャンじゃなくて海坊主とかプラチナカス、この辺使ってきてもありでしょう。スペシャルラーメン、あ、ラーメンよりあれか、ウニか、ラーメンよりウニだ。そうかそうか、さすがあれだね、海にいるやつ、海の方が回復する。いや、そんなもんなんだな。ラーメンはね、値段が1500円ぐらいするから高いんで回復するかなと思いきや、そうでもない。あとちょっとなんだけどな。はい、押せ押せで倒しちゃって、おお減る。でももう倒せる、倒しちゃって OKOK です。まあまあ草薙ゲットしたんでいいでしょう。うん、なかなか運が良かったんじゃないかな。で、海坊主使ってみましたけども、HP と守りがかなり高いので、安定はする。安定はするけども、やっぱり早く倒そうと思うと、トゲニャンだな。でもな、やっぱり、いい感じの、妖怪です。対戦で使えばいいかな。すごく耐えてくれそうなので、対戦では良さそう。ただし、今対戦を申し込んでも相手がいないんだろうなと思います。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。